今回紹介するのはトミカ35番メルセデスベンツ G クラス、スケールは62分の1です。カラーはシルバーですね。ギミックはサスペンションと左右ドア開閉があります。そしてライセンスを表すホログラムシールが貼ってあります。ダイムラー、高級車はホログラムシールなんですかね。そして材質表示、ここには許諾を表すテキストが書いてあります。メルセデスベンツ、タカラトミーに商品化を許可しましたよと書いてあります。では開封します。パカリ、じゃじゃーん、もう結構重みがありますね。ではまず左側面、正面、右側面、後ろ、真上、真下です。真下加工されてます。これがマフラーなんですかね。タイヤはごついタイヤです。オフロードタイヤですね。サスペンション、ホイールはいつものトミカと違います。こういうのもありなんですね。いつものホイールだとダイムラーが許可しなかったんでしょうか。真ん中には黒いラインが入ってます。これワンポイント効いてますね。そしてドア開閉です。中を覗いてみます。ドア閉じます。あ、後ろの窓、あ、ここは透明ですが、ここは塗りつぶされてますね。ここは亜鉛合金で一体化です。そしてフロントです。もうしましまがいいですね。そして真ん中にはベンツのマーク、ドドーン。この紋所が目に入らぬかって感じですね。そしてボンネット、ゴツゴツしてます。上に来てと、こちらのドアを開けます。ドアを閉めます。バタン。ブレーキランプが赤くなってます。後ろにもベンツのマークあります。こっちではさりげない感じですね。予備タイヤが入ってます。後ろの窓も黒く塗りつぶされてます。屋根のここは溝になってますね。ここはサンルーフでしょうか。というわけで今回紹介したのはメルセデスベンツ G クラスでした。どうもご視聴ありがとうございました。